はい、阿部ちゃんでございます。本日はですね、新橋駅に来ました。パチパチ。実は1軒目ね、銀座で飲んできたんよ。歩いてすぐ、ね、新橋に行ける距離だから歩いて2軒目ということでございます。はい、ということでじゃあ2軒目に行くお店こちらでございます。大路地さんでございます。新橋でもめちゃくちゃ有名店、ほとんどのメニューが300円均一なんや。お酒もおつまみもとにかくコスパがいい新橋でも大人気店の居酒屋さんになってます。ということでじゃあ2軒目はこちらでお酒飲みに行きましょうか。行きましょう。はい、ということで早速お店に、到着しました。ということで早速ね、頼みましたよ。ハイボール、これ300円。ポン酢サワー300円。いいね、ポン酢サワー飲めるっていいね。いいね。おいかっぱ、沖縄で、あれじゃないよ、マジで沖縄空港じゃない。はい、沖縄空港だって、沖縄空港、おー、結構濃いね。うまっ。メニューを紹介するとこんな感じ。ドリンクメニューがね、こんな感じ。まあほとんどがもう300円なんよね。生ビールが450円とか、瓶ビールの大瓶が550円、その他はもうほとんど300円って感じだね。おつまみはね、もう全品300円なんだけども、もうあの店内にボードに全部バーって書いてある感じで、もう全部手書きで書いてある感じで、あれが全品300円でございます。で一応ね、お通しがこれもやし、もやしナム的なやつかな。いただきます。ほんまそうやなんか普通にさ、あれやもん、ごま油が効いた結構ピリッとしてるもやしだね。手作り感あって美味しいわ。うん、だから俺ほんと思ったけど、結構濃いね。いいね、ありがたいわ。じゃあちょっとおつまみ注文しようか。そうしましょうね。で早速ね、おつまみをね注文しました。こちらでございます。はい、こちらがね、マグロのブツでございます。300円、マグロを注文しました。ちょっと食べるわ。めっちゃ新鮮というかトロっぽいよね。もうすごいよね。めっちゃ分厚いもんこれ。もう醤油、うわ、うまっ。うわ、もうめちゃくちゃうまいマグロだ、うん、これマグロブツって言ってるけども刺身だよね、うん、マジでうまいよ、新鮮 で結構もう中トロに近いかも、今食べたところ。脂も乗ってて最高にうまいわ。うわ、酔うね。いいね。これあの店員さん聞いたらよく出るって言ってた、うん、このマグロね。いただきます。うわ、うまっ。ベロの上とろけたマグロのうまみがもう広がりますね。うん、まこれ中トロみたいな。そうだよね、うん、溶けてった。ほっですね。ほいただきました。ほです。こっちだいぶ赤身だね、さっきのやつより赤身。つけてわさびつけて、うまそう。うん、濃厚だわ、新鮮すぎて。いいね、いいよ、うん。たまらんね。もうサラリーマンがすごいね。多分仕事早めに終わってここで飲み来るみたいなね。サンダルは俺がだけだ。そうなんよ、半ズボンは高見だけだ。であのおつまみをねプラスで追加しました。こちらでございます。はい、こちらがハムメンチでございます。300円。これハムメンチなんかめっちゃ有名らしくて、どのテーブルも頼んでる、うん、すごくないこれ。すごい、300円でこんな分厚いやつがドンドンって。これコスパいいね、みんな頼むわ。これハムカツね、めちゃくちゃ分厚くない？うわー、うまそう、ね、うん、最強にうまいね、うん、この分厚いハムにサクサクの衣とちょっと酸味が効いたソース、最高最高最高だわ。うわ、うまい。
1枚を何枚も重ねたじゃなくて1枚がもう分厚いバージョンのハムカツ、うんうん、もうよりこの口の中がハムカツでいっぱいになるわ。でもあー飲み切った、いいね。ちょっとおかわり注文します。タガミが飲んでたら俺も飲みたくなったということでポン酢サワーコです。あーあーポですね、ですね、だいぶポですね。これはメンチカツも食べるわこれ、うん、メンチちゃん、メンチちゃん見て、うわやばくないこれ、分厚すぎてすごいよこれ、すごいな。いただきます。アベニューブルは、うわうめえ、カレーだ。あ、そうなんだ、カレーメンチカツだ。へえー、うん、もう本当に肉肉しい、とにかく、うんうんうん、分厚いから肉って感じで、うん、カレーのパンチもあって超うまい。いいね、うますぎ。それやばい、うん、ポン酢とも合うわ、うん、話つけてね。それの錯覚の切り方は分かる、うん、うまい。結構ゴロッと玉ねぎも入ってて食感も楽しいわ。うまいね、最高や。うわどうでっか、厚切りだから、うん、ハムの味しっかりしてるし、ちょうどいい薄さの衣でね、ハムの主張が強い強い。これすごいな、うん、うまいね、うん、神戸のゴーグルとかやつね、うまいね、うん、めちゃくちゃジューシー、うん、カレーでしょ、うん、カレーカレーだよね、うん、これはお酒進むよ。これはポです、うん、ポです。全部のジャニーも全部これマジでポです。トマトハイ、トマトハイ、これ名物らしいです。あ、そうなんだ、うん、どうですか案件によってどうなるか、こういうのが覚えてる。トマトが濃い、酒、あ、そっち全く甘くない、もうあのトマトジュースの味じゃない、あの酒トマトって感じ。でもなんか名物というのよく出るらしいね、うん、これ何にでも合うトマトだけど、つまみに、うん、いった肉だ肉。この営業として会社の人生で一番近いところでさ、ああポン酢の酸味がいいね。そう、うん、つまみをねプラスで追加しました。こちらでございます。はい、こちら鮭の西京焼きでございます。こちらも300円。これすごくない？でかすぎ。これで300円だよ。これほら、だってもう真っピンクというか真オレンジだよ、ほら。いただきます。めちゃくちゃうまい。うわうわうわ、鮭がとろける、いい、ふわ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 、え、ちょっとマジでうまいよこれ。これ300円。塩分かなり濃いめで超お酒のおつまみで、鮭は超ふわふわでとろける、うまっ。最強さあ、おろしつけていい、うん、醤油かけて、このさ色がさピンクでさすごいよね、めっちゃうまそうね。大根おろし乗っけて、これよほら、
めちゃくちゃうまい、超うまい、はい、もうマジでうまい止まんないね、うまいが、うん、これは語彙力だわ。あ、買いました、語彙力。全員やめさせてくれ。うまい大根おろしつけたことによってもうさっぱりでうまいわ、より。ポだな、これは。これポですね。ポです。俺の語彙力を、はい、トヨミの語彙力をちょっと見せつけていこうと思って。お願いします。いただきます。気持ちいい。はい、はい、さあ、お願いします。うまい。ちゃんと最強焼きでしたわ、見た目結構塩焼きっぽかったけど、ちゃんと味噌の味もする。で、ほんと溶けますね、鮭が。いや、うまいすぎるよこれ。鮭の概念がぶっ飛びました。トマトいいね。いや、甘くないから全然合うの。気になるな、そのトマトパイ。はい、ちょっとタガミが飲んでたら飲みたくなりました。美味しいですよ。トマトハイ。はい。おお。めちゃんこうまいじゃん。めちゃんこうまいですよね。あの、本当に甘くないね。そう。焼酎もかなり濃いから、お酒って感じだね。俺トマトハイって普段あんま飲まないけど、これはうまいわ。分厚さもすごいよね。いや、すごいよ。かなりでかいよね。うわ、これほら。どういうことなんだろう、300円。これね、飯ってろー、これですよ。それやったら処理できんからやったら、これが300円か。で、またこのまんま良くないのか。濃いな、濃いよね、一番濃いわ。うまいな。2021年の居酒屋100名店に選ばれたらしいな。そうなんだ。それぐらい、ここはもう人気だし、有名店。美味しいも美味しい。だしもうコスパすごいね。すごい。で、あの、おつまみをプラスで追加しました。こちらでございます。はい、こちらゴーヤチャンプルでございます。こちらも、まあ、300円。まあ、最後はもう炒め物ということでね。うん、これ、ほら、うまそう。うまいし、ゴーヤ めっちゃ苦い。苦めのゴーヤだ。うまい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 。これもマジでおつまみだね。いや、トマトが邪魔しないわ、ね、トマトがうまい。沖縄ですよ。あ、おいしい。美味しい。苦いよね。うん、苦いのにめちゃくちゃうまみあるから超酒です。最高だね。すごい。どうよ。こうやって苦い方がうまいから。うわ、いいね。もう気づいたら満席です。完全満席、大人気。すごいよ、はい、ということで、まあ、もうだいぶ満席になったということで、私たちはこの辺でドローンしますか。そうしましょう。ニンニン、ドローンね。バババ、はい。めちゃくちゃ料理うまかったね。これが全品300円とは思えないクオリティだね。すごいよ、はい、ということでお会計の方がこんな感じになってます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。この動画は最後まで見ていてありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。